よいしょ。うわ、もう網目が怖っ。網目が見えてんのが怖いわ。いやー怖い。ただね、ここからただもう英語の勉強をねやめてしまうのがね問題なんで、使ってるんで。で大学も大学も。Hello there! 始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、まあ、待ちに待ったファンの方々多いと思いますが、いよいよですね、TOEIC800 点プロジェクト、ビジョン君の最後の結果になりますので、はい、空いてませんからね。オンラインの結果のやつもやってないですから、僕ら、はい、ついに結果を見るんですよ、ここで。でもナーバスになって、声が全然出ないです。初めて見る方のために。あ、そうですね。じゃあ、いや大変だったと思うんですけど、まず最初の点数が1月の試験から今までのこのいきさつみたいなのをね、はい、はい、見るよね。まずじゃあ1月13日のテストで265点、今年の265点でしたと。で、続きまして、3月のテストね、3月の10日のテストで445と。そうですね、まあ頑張りました、ね。まあここはね、単語文法をやってかなり伸びたということで。でで続いて4月14日で、555点という形でね、うん、なりましたね。でそうか、これで600いくと思ったんだけど、いってなくてちょっとへこんだっていう、まあ、前々回の動画見てください。うん、はい、で続いて5月26日5月ですね、665点。ああそうですね、600を超えたってね、うん、ただここからねだんだんなんかこう視野に入ってきたんですよね、うん、あいけるかもしれないなみたいな。まあ勉強時間も本当増えましたからね。あもう本当増えましたね。土日はもう12時間、土日合わせて25時間、30時間弱やってたんですね。ちょっとそれは、いやもうやりたくないです。もうやりたくないです。もうできないです。で、それで665点で前回のテストが720点と。6月23日、そう、720点。さあ、嬉しいバースデーを迎えられるのか。あ、今日バースです。あ、今日俺誕生日。そうそうそう、誕生日なんですよ。誕生日なんですよ、俺今日。全然楽しくない。では、全然楽しくないです。いよいよ、あ、そう、で、勉強時間がすごいんですよ。今、計算してたんです。そうだ、そう、今、そうですね。2月の23日。2月の23日。この日に初めて初収録の日ですから。あ、そう。初収録の日でから、そうだでちょっと遊んで西さんにブチ切れる。そうですね。ちゃんとやらなかったから西教授先生にめっちゃ怒られましたね。そう、もうちゃんと怒られたとこもマークしてやる。怒られたとこマークしてやる。あとねこれエクセルとかも全部、はい、どんだけ勉強したとかっていうのも全部記録に取ってありますので、ありますあります。記録付けさせましたので、はい、本当にこれは後ほど。そうですね。エクセルも全部、はい、日に何をどれだけやったかが見れるんですからね。すごいですよ。全部見れますからね。はい。それを関数まで作ったんで。さすがプログラマー。で結局合計すると2月の23から7月の28までですよね。当日までの間の勉強時間なんと1252時間。1252時間。すごいことだよね。すごいですよね。5ヶ月で1200時間で俺すげえ頑張ったな。そうです。まあだからね、時間はね、仕事してたって作れるわけですよ。ね、学校行ってたって仕事行ってたって勉強する時間っていうのは作れるわけですから。作れます。はい。では、それは今回も結果がどうなってもそう得られた。そうね。やればできる。やればできるし、時間がないがために言い訳になっちゃうかなっていうのが、まあ。いやー。いやこれは緊張しますよ。もう最後はやっぱ自分も緊張する。待ってください。今回のそこ目標はもう800しかない。目標は800しかないですから。目標は800しかないんで。でだって行かなかったらバンジー飛ぶし。そうそう僕の本買わなきゃいけないからね。いやそのとは行かなかった分。あとね、あそうだオフ会忘れちゃいけない。あオフ会の告知、そうオフ会の告知。そう何？9月21日ですね。はいビジョン君もバーテンやりますので、はいぜひぜひまあ下に概要欄に貼ってありますのでそこは見てください。はいですねもう開けちゃいました今。はいじゃあもう開示していきましょう。いきますね。まずどうぞ。よいしょ。うわもう網目が怖っ。マジで網目が見えてんのが怖いわ。いやー怖い。ちょっと早くしてくださいよ。ちょっと網目が怖い。ちょっとやばいやばいやばい。うわやだ見たくない自分も。いやーちょっとこれです。いやーどうなの。いやーやだやだ。いやーもう頑張ったから頑張っ。ったはず。お願いって、はい、どうぞ。ああ、怖っ。あれ下がってない。やばい、なんてこった。さあどうするのかってことですけど、まあまあまあお買い物。あれこれちょっと待って、何冊になるの？そうするとでも720だから80冊。80冊、そうか。これ600、前回より低いんですよ。そうです。80冊、80冊。高え。待って、1冊1500円ぐらい。12万。マジで。ねえ、そんなにいらないっすよみんな絶対。マジか。ああ、落ちると思わなかった。あとはだから売り上げで頑張ってください。あ、売り上げね。はいはいはい。不合で補填するみたいな。そこでもめっちゃ頑張ってやらなきゃいけなくなってしまう。多少そのね、売れ残りはとりあえずオフ会配りますから。はい、本さあいつ飛んだって話だけど、どこのバンジーやらいいんだろう。まあコメント欄にください。バンジーわかんないんで。バンジー有名どころじゃ。ベトナムねの発表をしなきゃ。だってベトナム行くまでにっていう話だった。ですね、実はベトナムなんでこの企画が始まるかっていうと、ベトナムにですね、仕事で出張に行くことになりましたっていうのが、もう動機だというか、モチベーションだったんですが、なんと。実はですね、これ5月ぐらいの段階で分かってるんですけど、ベトナムに行くことがなくなりましたっていう、出張なくなりましたっていう、そうなんか俺いなくても大丈夫かなみたいな。10月27は受けますけど、まあただなんかね、TOEIC 800点プロジェクトとしては受けないですから。あ、そうですね、もう個人で。はい、どうだったかどうかはやりますが、はい、ということで、なんかあれですか、番外編みたいな感じで。番外編でやりますか。番外編で。ただね、ここからただもう英語の勉強をね、やめてしまうのはね、ちょっと問題なんで。でもTOEICやりますよ、10月。TOEICだけじゃなくて、はい、だってほら、ね、実はね、ちゃんと勉強すればさ、すごいいけるわけじゃないですか、はい、いい大学とかに入れるわけじゃないですか。まあ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 、そうですね。結構言っていいですか、どこの大学？あ、全然大丈夫です。まあいいんですけど、大学院。大学院。そう、グラデュエイトスクールですけど、グラジュエイトスクール。グラジュエイトスクール。グラジュエイト。グラジュエイト。グラジュエットスクール、グラジュエットスクールにこの一環でっていうことで、ちょっと声がかかってるんで。それ大学名、大学名カルテックっていう。そうです、カリフォルニア工科大学。そうです、カルテックっていうのは理系の世界一です。理系世界一、最低限満たさなきゃいけない要件は満たしてくれよってことで、トップルを受けなきゃいけない。これ企画化するんすか？マジっすか？掲示してないんですね。掲示はしてないけれども、まあ大体受かった人とか、その募集のいろんなサイト見ると、まあ MIT で90、100とか90から100、グラッドはノーリクワイアでミニマムトフルスコア。なるほどね。アンダーグラッドだと110必要なんだ。110必要なんです。でもそれ以上に必要ってことですよね、きっとね。いや違う、そんなことないですか。グラッドスクールはだってもうそこのものに特化してればいいわけだから、やっぱ100か、最低100。グラッドスクールでやっぱり MIT とかハーバードとか目指してる人もやっぱり100取るって言って、で今はね、マイベストスコアっていうシステムがあるんで、そのマイベストスコアを受け入れてくれれば。ああ、なんか前のいい結果の4技能のうちの1つがもし前のが良かった場合、それに差し替えられるみたいな。それで出せるから、なるほど、今はそれができるんでね。今までそれできなかったんで、1回でだから最大瞬間風速を出さなきゃいけなかったのが、それができるから。よしということで、トフル100点目指しましょう。これ企画開始っすか？ただね、TOEIC800 もいってないでトフル100って地獄の道だね。やばくないですか？いや、1年とかじゃ多分無理だと思う。あ、トフル100は、うん英検11級をとりあえず受けよう。英検10級は11月受けます。あ企画化しなくていいですよ。企画化しなくていいですよ。とりあえずそう英検11級のレベルもないでトフルに挑戦するってこと自体がもう無駄になっちゃうんで。英検11級スピーキングがあるんですよね。ありますもちろん。だから今ちょっとレアジョブ、これ言っていいのか、レアジョブ英会話に登録して、あ、そうなんだ。はいって言ってます。はいだけじゃダメです。あ、ダメですね。面接の練習してください。あ、ちゃんとします。そう。じゃあとりあえず英検準1級への道、同時進行でTOEFL。同時進行ですか、うん、同時進行っていうか、あちょっとこれ伝わるかな。ボキャブラリーでこの厚さがあります。準級はパスタンで、うん、トフルはこれ、うん、ボキャブラリー何かの機会に見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、ということでした。ありがとうございました。はい、ハッピーバースデー誕生日。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.